秋華賞を見据えて春の実力馬と夏の上がり馬がまずはここでぶつかります。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。どうしても花を切りたい14番コンクセル、やはり行きました。これを追って8番ユリーシャ、レミージュ、それからアリスベリテ、そしてその外に13番リサリサ、ラベルがかわしていきました。15番ブライトジュエリー、外を通りまして17番セーヌドゥレーブ、トリオンファルマン、そして内からはマラキナイア、その後ろでやりましょうかアンリーロード、そして1番人気のブレイディベーグ、なかなかいい感じ。12番マスクトディーバ、そのうちココナッツブラウン、ソーダズリングがその後ろ、ラファドゥラ、一番後ろに1番フォーチュンコード、前でありますが前コンクシェルがレースを引っ張るようになりました。内を通って8番ユリーシャ、その後ろ3馬身くらいあってレミージュ、そして4番手に4番アリスベリテ。さあ外回り4コーナーを回って473メートルの直線であります。オレンジの帽子コンクシェルが先頭、コンクシェルが抜け出した、先頭コンクシェル、しかし差はそれほどでもない。ブレイディベーグまだ来ないのか、まだ来れないのか。コンクシェル先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。粘った粘った、コンクシェル、セーヌドゥレーブ懸命に追った、並ぶか並ぶか。セーヌドゥレーブ、これは半シーレースになりました。しかしびっくりだ、なんとなんとセーヌドゥレーブが1着。2着14番3着7番以上のように確定しました。